お久しぶりです。はい、よろしくお願いします。はい、秋元園芸さんに来ています。今日はお知らせがあるということで。はい、3年ぶりにうちの展示会、新旧展を開催したいと思っております。はい、当日は会員さんの展示と、あとは会員さんの持ち寄った品の即売会をやらせていただきます。はい、おそらく200点ぐらいは集まって、出してくれるんじゃないかなと思います。会員さんの商品が200点ぐらいですね、はい。はい。結構お値打ち価格になってると思うので、掘り出し物も毎年出てますんで。なるほど。よろしければ遊びに来てもらえればと思います。はい。それはいつにやるんでしょうか。5月の3日、4日の2日間ですね。はい。大盆栽祭りと、はい、と同じ日。そうです。遠くから来た方は同時にいらしてもらえれば。なるほど。なんかバスでこうお祭り行ってここに来てっていうような人も。例年は多かったってことですよね。そうですね、うん、今までコロナ禍以前はそういう方結構いらっしゃいましたね、うん、今年も何組か予定されています。じゃあちょっと商品が会員さんの商品がまだ集まってないので。そうですね。秋元さんの商品を今日ちょっと見ていこうと思うんですが、はい、秋元さんの商品も先ほどいろいろ交渉の末それで動画を見た方のは、はい、2割引き、はい、基本ここにある商品定価のついてるもの、定価のついてるものは2割引きでやらせていただくかと思います。OK いただきましたので、はい、はい、結構ねだから箱で買うなんてこともね、そうですね。素材欲しい方とかは、がっつり欲しい人なんかは安いと思いますね。ほぼ業者ねみたいになっちゃいますからね。そうですよね。なので結構いいんじゃないかな。ちょっとそういう商品をちょっと皆さんと今日見ていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、値段のついてる、まだこれからいろいろつけていくって話でしたよね、さっき。そうですね、まだこれからガンガンつけていかなきゃいけないんですけど、うん、数物は多分ポップみたいなの買ってきてつけることになると思います、ね、あ、なるほど。どういうのがいいんだろう。今の時期はやっぱさんざし花咲いてて、多分そろそろもう受粉も終わってんで、これ持って帰ってもらえば実はつくと思うんですけど、うん、値段がね、あ、これ値段ついてる2000円の2割引き。そうですね。ってことですね。はい。あ、なんかもういろいろある感じですね。そうですね。うん、何を言ったらいいか分かんないですけど。ちなみにこの辺でも値段ついてるのあるじゃないですか。はい。いいやつに。そうですね。例えば、カエデとか。この辺も2割引きでいいんですか。そうです。値段ついてるから。はい。一応ね、確認を取って。はい。ありますから、この辺の。青いとかも2割引き、うん、青いはこれ多分ね値段つけてたから2割引きで大丈夫だと思うんですけど。なるほど。これ前回出してたやつの兄弟というか、あ、7万円でしたね。確かそうです。1万円分かりました。あ、針金がかけたから。そうですね。であと植え替え予定です、うん、こういうのも2割引き。そうですね。めちゃくちゃいいですね。めちゃ頑張ります。全部2割引きってすごいね。これもみんな値段つきますので、もみじゾーンです。そうですね。程度この辺も箱につけちゃったりとか、上の石付けは一歩一歩わざわざつけられないと思うんですけど、はい、どう、どっから行きましょうかね。織姫、これは織姫ですか。織姫、はい。やっぱ今綺麗ですね。まだちょっとこれあんまり良くないですね。こちらは今日の糸。今日の糸。はい。大きいやつもあるんですか。これよりもうちょっとこの辺か。そっちは石付きにしたやつですね。石付きか。これなんです。コトヒメです。粒さんのやつですね。あ、キノコ入ってる。粒さんのこれいっぱいありますね。これはまだそこそこございます。もみじはとにかくたくさんあると。そうですね、この辺は。この辺もですね。こっちは、うん、今ね、コケモモカマツかな。コケモモカマツ。まだ実ついてますね。うん、あ、ピラカンとかどうなんですかね。結構おすすめなんですけどね、ピラカンとしては。ピラカン、花も咲くし、実もいっぱいついて。全部か。ここ一列。ここ一列はみんなピラカンですね。まだピラカンいっぱいあります。ちょっと小白系も見たいですね。小白系はね、あんまりないですけど。あんまりないですか。そうですね。小白は作ってない、あ、新白か。
心拍はいっぱい。図書いっぱいありますね。この辺図書ゾーン。図書ゾーン。はい、値段はついてないのか。いろいろありますけど、ちょっとこの辺値段もまだついてません。当日までにはつけます。でこれだからもうここにボンって。そうですね。つく感じですよね。大体そうなると思います。例えば3000円みたいな。はい。この辺が心拍ゾーンですね。心拍ゾーン。このサイズもみんな同じぐらいですかね。大体ちょっとこの辺のが大きめかな。こっちの方がちっちゃいですね。ちっちゃいの継ぎっぱだらけですね。これはあれか、斑入りだったり、そっちは斑入りじゃないやつ。それ斑入りだな。生姜違うのがあるんですね。結構3種類ぐらいですかね、うち作ってる3種類。糸魚川抜き縫い図書と斑入りの心拍と、あとは銀床心拍ですか。自分で差がわからないですか。この辺みんな絹糸床ですね。絹糸床、はい。この辺はでも結構お安いって。そうですね。1本1500円でやってます。1500円の2割引きか。はい。300円引きで1200円。1200円。はい。あ、じゃあここ1個買っても2万円ぐらい。4×3、4、5。だって2万、3万円ぐらい。ですかね。結構まあそんなに買ってくれたらおまけすると思います。おまけもしてくれると。はい。なるほど。結構ね、僕、前に買ったやつを自分で作って、うん、なんか文人帳にしたんですよ、こういうの。はいはいはい、そう、結構背の高いやつ多いから、はいはいはい、やったんですけど、すごくね、お気に入りです。へぇー、気持ちいいですね。またね、ちょっといくつか買って帰ろうかな。心拍もたくさんあると。素材ですね。そうですね。うん、これが銀床心拍ですね。これが銀床心拍。スギッパが出にくい種類ですね。あ、スギッパが出にくい。絶対出ないってわけじゃないけど、絹糸床に比べると随分出にくいです。なるほど。このちっちゃいのもありますよね。はい。ちょっとこっちはお安くなりますね。なりますね。なります。会員さんの商品がありましたよね、はい、それ見ていきますか。あ、はい。ちょっと値段ついてないですけど、売り切りたいって話なので。そうですね。今年引退しちゃったお客さんが全部売っちゃってくれって言うんで、はい、値段もその日までにはつけるんですけど、この棚からですね、1、2、3、11、12ぐらい。ここまで。こっちか。ここまで。結構いっぱいあります。最低でもこれは出ます。だ、結構お安くなるんですね。売り切りたいってことも。そうですね。何だけ考えないでそういう風にやりますんで。いや、これとかめちゃくちゃいいじゃないですか。すごくない？いや、すごいじゃないですか。多分さすがに値段そこそこすると思うし。いい値段する。はい、石灰の木。これちょっとすごいですね。これは、2割引きは対象外ですけど。はい、会員さんの品物は、2割引きはしないんですけど。しないけど。でもお安くはつけます。そう。あ、欅もある。あ、でも良さそうですよ。真面目に作ってた人ですからね。アリ同士ですね。え？アリ同士。アリ同士。はい。アリ？アリ。トゲがいっぱいついてるんですけど、こういう細かいの。はい、白い花と赤い実がつくんですけど、白と赤っていいですね。綺麗です。お正月ぐらいまでに実がなるとかって言って、縁起物らしいですね。人気そうなの。結構面白いですね。ちっちゃいのに。ただ間延びしているので後々作り直しは必要になりそうですけど。珍しいですね。珍しいですね。何だ。難しい。痛いからかな。痛いから。まあ、寒さに弱いんですよ。ああ、うん、なるほど。これも良さそう。この石化品の木。うん。傘式化してますね。この辺のビラ感もかっちょいいですね、うん。傷は埋まってない。もしっかりしてますね、うん、いや結構がっちりやられてる方ですよね。もう展示会もガンガン出してて、うん、しっかりやってた人です ね、 ね。ベニチドリか。あ、ベニチドリ。ベニチドリの取り木の素材ですね。継ぎ木で作ってあるやつなんですけど、はい、こういうとこで取ってもらって、はい、そうですね、上取ってで、うんとちっちゃく作れると思います。トリキやって遊びたい人には面白い素材ですね。選ぶ楽しさもね。そうですね。うまいやつ見つけると下の方から作れるのもあるかもしれないですけど、でもやっぱり取り木した方がこれは面白いですね。す
すごい心拍量エグいっすね。心拍多すぎますね。多すぎますね。まだあんだけ刺そうとしてるんですけど、刺したやつもいっぱいあります。まあ前の韓国クロマとそんな感じですね。これも2割引きになるんですか。これもそうですね、値段つけて値上がり引きになるんですけど、もう安定してますもんね。そうですね。で、もうよくしてって自分家で作っていく気もある気なので、うん、すごい。いやありますよこれ、こんだけあれば元気だな。すっげー伸びてます ね、 ねまあ普段よりも安くは買えると。そうですね、うん、どうしたもんか作るの難しいです。肌が全部来たら肌来る待ちですよ、ね、完璧ですよね。肌来たら面白いと思います。面白いと思うんだよな。ただ、まあ、なかなか時間はかかるでしょうね。かかると思うけど、うん、投資ですね。まだ結構若いですもんね。まだ若いです、うん、バリバリはなかなか来ないですね。そうですね。一口どうですかっていうね、僕は買いましたなるほど。これはこれ1位ですね。1も売ってるんですか。1もやってますよ。へー、1位あんまり売ってないから欲しいな。あー、今度今挿し木で作ってるんで。あ、挿し木で作ってるんですか。これもそう、衣装も今目下制作中。あー、矢島さんもなんか1位の衣装やってました。うん、これ売るのかなちょっと怪しいっすね。怪しい。これ売るかどうかもわかんないっす。で、2種類入ってて金ロバイ、こっちが普通の金ロバイ、黄色いお花の咲くやつですね、うん、もうつぼみできてますけど、うん、で、こっちの葉っぱの細い方、うん、これがね、ピンク色の花が咲く金ロバイです。こっち金ピンク色、はい、ピンロバイ、ピンロバイあ、もう一個咲いてるね、色は。あー、こういうお花が、長いこと咲きますね。なんじゃもんじゃ、なんじゃもんじゃ、ひとつばたごっていう方のなんじゃもんじゃですね。なんじゃもんじゃ、これこの白い花、これなんじゃもんじゃっていうんですか。そうっすね、なんじゃもんじゃっていう木2種類あるらしくて、こっちはね、ひとつばたごっていう方のなんじゃもんじゃですね。ひとつばたご、はい。なんじゃもんじゃってゲームのカードゲームでなんかあります。シャンスこれ山椒、山椒、これ台湾山椒ですね。磯山椒と違って本当の山椒だから葉っぱから匂いしますよ。これを1個このまま取ってよくすりつぶしてみてください。山椒の匂いなんですかこれちょっと柑橘っぽい匂いも、ああ、うん、フレッシュだとそうなっちゃいますよね。フレッシュ、フレッシュ山椒。これ入ってきた。言ってっけど、こっちは紅蝶儀かな。紅蝶儀、この小花のやつもいいっすよね。そうっすね、うん、一部に咲きました。あ、ほんとだ、花もちっちゃい。白蝶儀っていうと、八重の方ですね。白くて、八重というか、千重というか。でもある程度、出したいやつは当日、固めて、前の方に出しておきますんで、うん、なるほど。あと奥まで行ってね、みんなでわーって探すと大変だと思いますので。そうですよね。どの辺ですか、あの駐車場の方ですか。そうです、あの辺駐車場のあたりで棚作っていくつか出そうと思ってます。はい、室内の方で展示。そうです、室内の方で展示して換気対策をしっかりして、大きい扇風機でガーッと、はい、なんつったらいいかよくわかんないですけど、はい、コロナ対策しっかりやって、はい、やりたいと思います。というわけで、はい、いろいろ見てきましたけど、はい、基本的には秋元さんのものは2割引き。そうですね、値段のついてるものはみんな2割引きでやらせてもらいます、うん、あとは会員さんのお値打ち商品がガッと入る。そうですね、よっていうことですね。そっちの方が多分メインになるんじゃないかな。はい、はい、じゃあ改めて、はい、新旧店3月3日4日でやらせていただきます。はい、お時間9時から5時の間ですね。展示会の方と即売会の方やりますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お祭り、の前にも後にも。そうですね。前の方が、会員さんの品物残ってると思うので。なるほど。はい。多分いいやつは、目の超えたお客さんが先に買っていっちゃうと思いますから、早めの方がよろしいかと思います。数は多いですからね。はい。たくさんお宝があると思います。はい。じゃあお祭りもいいけど、こちらもぜひと。はい、ぜひよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。
こんにちは。こんにちは。はい。もう今日5時でお疲れ様でした。一日作業して、はい、帰りますんで。あら。あれ。いい T シャツをお持ちで、盆栽Qのオリジナル T シャツを、はい、今予約販売、はい、開始しました。カラーは5カラー、用意してますので、ぜひとも、今のうち予約して、これを着て盆栽祭りを、はい、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。はい、概要欄からチェックしてください。盆栽仲間です。盆栽仲間です。ありがとうございます。はい。